何ユミ、いるよ。ちょっと寂しかった。寝てたじゃん。そうなんや、すごい。さすが俺の嫁さん。ん？何？何？なんすか？意味？レンフラ？なんもない。龍之介、彼の名は。何を？よくできたね。嬉しいぜ。ああ、よかった。聞こえてる。ありがとう。ユミ偉い。ユミ偉い。どうもしないよ。もちろんやってるよ。聞こえてないよ。大丈夫。大丈夫。誰も俺がユミと話してることなんてわかんないさ。大丈夫。なんかようわからん。って言われた、レンフラに。意味は知らないけど、あ、聞こえてない。了解。理論的な人ってマジでわからん。何それ。メンフラ、この曲はね、トロッコっていう曲ですごい直感的な曲だよ。この地球は回ってる。ああ。細部の音が聞こえない。
音質悪いから、その曲後で聞くわ。ごめんやで、怒らないで。もうしないから、こういう配信。レンフラ。草、草じゃねえよ。別にしてもいいのに。ありがとう。まあまあ、あとでもうちょっと分かりやすい曲にするつもり。レンフラ、俺の最新の曲知らなくない？超絶自信作作ってたのに、君には言ってなかった。だって他の人はしたいって思うんじゃない？あ、だから僕もしていいってこと？その博愛精神みたいなこと言ってる今。そういうこと？あの人は見たいって思うから、あ、そういうこと。別にしてもいいでしょ。そうそう、みんな自分をさらけ出していいんですよ。みんな自分をさらけ出しましょう。みんな、自分を。だって人は個人さらけ出すと宗教みたいになるよ。でしょ？レンフラ、ユミの声聞こえてる？聞こえてない？理論的に突き詰めるの意味不明すぎる。別に意味ってないよね、あれって。ナウタさんよくやってるけどね。論理とか言って。わかんない。それをやって何か、楽しいことがあるからやるんだよ。意味とか言い出したらダメだよ、ね。楽しいのが意味なんだから。意味あるんだよ。意味ある。思考がないっていうのが意味不明なんだよ。思考がないってさ、ああ言われるのね、君がね。いや、君は解を言ってるからだよ、そのまま。ナウタさんはその過程を大切にするんだよね。何かを考えるときの。いや、今、ここにいない。俺とレンフラが喋ってて、多分誰もチャス見てない、このチャス。俺とレンフラしか。あれは別に放棄したから本能そのものが、覚醒するんだろう。わかんない。難しい話、わかんないの。どう、レンフラ、これ。音割れてる？伝われ、この魅力。音が判別できない。何を？この音楽？この音楽？ほんまに？俺を？そう？嬉しいよ。でも使用能力が低い。マジかよ。マジかよ。これって今流れてる曲？俺です。嬉しいです。来てる。嬉しい。レンフラ。簡単に言うとさ、キャスが拾った音とは音割れてんの。そうなんや。なんでそんな音質悪くない？あ、コラボ配信にしたからか、もう。ちょっと一回。おい、ぜひ。